はい、こんにちは、じんぺいです。今日も夫婦円満についてのお話をしたいと思います。今日は人生の先輩にとても助けられたというお話です。この話は結婚生活3年目くらいの頃だったと思います。その頃の僕は家事や子育ての妻との分担について不満を抱えていました。簡単に言うと、自分だけがこんなに苦労しているのではないかとか、他のみんなはこんなに苦労していないんじゃないかとか思っていました。なので、その頃僕は友人などにいろいろ話を聞いていました。ちなみに僕は結婚が遅く40歳で結婚しました。僕の友人たちはもっと早く結婚した人が多かったので、友人たちは皆結婚生活の先輩というか経験者に話を聞く感覚だった気がします。友人たちは僕が夫婦生活で苦労しているという話をするとみんな喜んでアドバイスをくれました。ただ、同級生のアドバイスはあんまり参考になりませんでした。大体、ああわかる、俺もそうだった。まあ耐えるしかないよ。といった意見が多く、友人たちには申し訳ないのですが、正直何の解決にもならなかったことが多かったような気がします。まあそれは僕が悪かったような気もしています。同年代の友人に相談するときは、僕の見栄や恥ずかしさが邪魔して、完全に腹を割って話をしていなかったのかもしれないなぁと思います。また逆に、友人たちが僕に見栄や恥ずかしさがあって、詳しく話をしてくれなかったこともあるかもしれません。そんな同年代の友人に対して、年長者のアドバイスは違いました。奥さんの考えはこうなのでは？とか、自分の場合はこんな感じだったといった具体的なアドバイスが多くて非常に助けられたという記憶があります。前置きが長くなってしまいましたが、そんな年長者のアドバイスに助けられた記憶の中でも最も印象に残っているお話をしたいと思います。その人は仕事のお客様で佐藤さん仮名という年齢的には僕の一回り上のお客様でした。ある日、僕は前日に妻と喧嘩したばかりで佐藤さんとの打ち合わせになりました。いつものようにその時に夫婦生活の相談をしました。僕はこんな感じで切り出しました。いやー、昨日も神さんと喧嘩しました。そして僕は佐藤さんがどうしたのと原因を聞いてくれるのを待って詳しく話をしようと思っていました。しかし佐藤さんは開口一番。それは仁平君が悪いよ。と突然言い出しました。僕は、とびっくりしました。そして、どうしてですかと聞き返しました。すると、佐藤さんは笑いながらこんなことを言いました。だって、仁平君は好きに働いて好きに遊んで好きな時に家庭のことをやってるんでしょう。でも奥さんは家事だったり子育てだったりをある程度我慢してやってくれてるんじゃないの？と言われました。最初は何を言っているのかよくわからず、ちょっと考え込んでしまいました。僕は好きに働いて、好きに遊んで、好きな時に家庭のことをやっているのだろうかと考えてしまいました。なるほど。確かに仕事をやるのは僕の勝手です。辞めたら家族が食べていけないとか、そういう事実は確かにありますが、仕事をいやいややっているのかといえばそうではありません。仕事中に自由な時間もあります。それで、帰った後に空いている時間で家事をしているだけと言われれば確かにそうかもしれません。確かに反論できないと思いました。僕は仕事を一生懸命やってできるだけ家事を手伝って子育ても手伝っているつもりでした。仕事から帰って洗濯をしたり、普通の人より家事を頑張っている気にもなっていました。子供の面倒も極力見るようにしていたので、やっているつもりでした。しかし、佐藤さんに開口一番、自分が悪いと言われて、確かにそうじゃないのかと思ったのでした。これは、ショックでもありましたが、妻の立場を考えたり、自分を客観視する良い機会でした。これがもし、僕が喧嘩の理由だったり状況を説明した上で、僕の方が悪いと言われたならば、いや、佐藤さんは分かってない。もっと状況を説明したら僕が悪くない。妻の方が悪いと思ってくれるはずだ。とか考えちゃったんだと思います。それが何も聞かずに僕の方が悪いと言ってくれたことによって、
まずは自分が悪いと考えてみるというところから始められました。すべて自分が悪いのではと思うということは、すべて自分の責任であると思うことと一緒だと思います。この考えに至ったことが非常に良かったです。そう考えることで、妻のせいにせず自分のことを考えるようになりました。夫婦円満のために自分ができることを考える気持ちになりました。ちょっとベタな話ですが、人のせいにしてしまうと進歩がありません。しかし夫婦生活をしていると、ついそういう考えに陥ってしまうことがあります。だから日々気をつけないといけないと思います。僕は佐藤さんに言われた時のことを今でも時々思い出して気をつけています。まずは自分が悪いという視点に立ってみて、改善できることを探す。このことが夫婦円満への道をこじ開けるんだと思います。それではまた。